2時になりました。代わってこの時間は投資信託のコーナーです。今週のゲストをご紹介します。アサヒライフアセットマネジメントグローバル戦略運用部委託運用グループチーフ兼シニアプロダクトマネージャーの神保直人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はアサヒ N ベストグローバルバリュー株オープン、愛称が A ベスト E、こちらのファンドのお話を伺うんですが、特色からまずお伺いできますか。あ、はい。まず当ファンドは日本を除く世界各国の株式に投資するファンドです。イマージング諸国の株式も投資対象としております。運用はバリュー株運用に定評のありますアメリカのハリスアソシエイツ社に委託しております。ハリス社はアメリカのシカゴを拠点としておりまして、シカゴからグローバルに株式投資をする株式の運用会社で、世界的にも高く評価をされております。運用資産残高は昨年12月末時点で日本円にして約12兆円となっております。運用のスタイルといたしましては、いわゆるボトムアップ運用でございまして、企業価値に対して大幅に割安な銘柄30から50銘柄に絞って厳選投資をいたします。トップダウン的に国配分ですとか業種配分を決めるということはいたしませんで、国の比率ですとか業種の比率はあくまでも個別銘柄の積み上げの結果という位置づけになります。また原則として為替ヘッジは行いませんので、為替市場の変動の影響を受けるということになります。ハリス社が運用するということですけども、そのハリス社の運用の特徴をお話し頂戴できますか。はい。こちらにありますのがハリス社の基本的な投資アプローチをイラスト化したものとなっております。まずハリス社は徹底的な企業調査で独自に本来の企業価値というものを算出いたします。こちらのチャートではオレンジ色の実線が企業価値のチャートとなります。株価は中長期的にはこの本来の企業価値に沿って動くというふうに考えております。この本来の企業価値を 100% とした場合に、株価が 70% 以下で取引されているものを割安といたしまして買い付けを行います。こちらのチャートでは点線がございますけれども、この点線が 70% の割安ラインということになります。そして買い付けた銘柄はハリス社が計算する本来の企業価値に到達したら必ず売却いたします。安く買って目標に達したら売るというシンプルな投資行動でございますけれども、そのシンプルな投資行動をどのような相場環境にあってもセンチメントに惑わされることなく一貫して行うというのがハリス社の運用となっております。このイラストにあります、ギザギザの線、こちらが株価を示しておるわけですけれども、これが市場参加者のつける値段ということになります。ご存知の通り相場というのは非常に気まぐれでございまして、短期的に考えがコロコロ変わるわけです。1ヶ月前と比べて株価が大きく動くことも最近では珍しくなくなってまいりました。1ヶ月どころか1週間とか1日の中でも市場参加者は同じ企業に対して全く違った値段をつけるということもよくあるわけです。ここ数ヶ月の不安定な相場状況を見ましてもそのことがよくわかると思います。ただ株価は時としてアグレッシブに動きますが、ほとんどのケースにおきましては企業の本来の価値というのは短期間で変わることはありません。長期投資家としてのハリス社の仕事というのは、まず企業価値を正しく予想すると、そして短期的なニュースに辛抱できない投資家が不安定な相場を作り出した場合、それを投資機会と捉えまして質の高い銘柄を大幅に割安な価格で買うと、これがハリス社の仕事ということになるわけです。なるほど。具体的な長期的なパフォーマンスが良好ということがこのファンドのアピールポイントの一つだと思いますけども、ただ逆にここ1年ぐらいは逆にパフォーマンス苦戦してますが、この辺はいかがでしょうか。はい。こちらのページでございますが、1月末時点での運用実績を表しております。右にある表は過去のパフォーマンスを数字で表したものとなっておりますが、過去3年、設定来といった、ある程度長い期間のパフォーマンスを取りますと、参考指数を上回って上昇しておるんですけれども、比較的短い、過去1年ですとか、過去6ヶ月といったところでは、基準価格が大きく下落しまして、参考指数も下回っております。ただ、ご覧の通り、今年に入って1月はパフォーマンスが回復しております。パフォーマンスが過去1年ほど苦戦している背景といたしましては、米中の貿易戦争懸念ですとか、欧州の政治をめぐる不透明感であったり、あるいはグローバルの景気減速懸念、こういったことが要因となっております。
まあ、そのような環境の中、当ファンドで保有しております景気敏感株ですとか、地域では欧州の銘柄のパフォーマンスが、まあ、特に苦戦をいたしました。過去どうでしょう、このようにパフォーマンスで苦戦されたことってのはあるんでしょうか。はい、こちらにありますチャートは先ほどのチャートを拡大したものなんでございますが、2000年3月のファンド設定来のパフォーマンスを示しております。濃いラインが分配金再投資ベースの基準価格の推移、薄い赤のラインが当ファンドの参考指数であります MSCI オールカントリー指数除く日本の推移となっております。ファンド設定来当ファンドのパフォーマンスが参考指数を大きく上回って上昇しているということが分かります。ただ今回も含めまして、まあ、過去3回基準価格が大きく下落しまして参考指数のパフォーマンスを下回る局面がありました。一つ目の局面は、まあ、2007年の半ばから金融かけての局面、これが一つ目の局面です。で、二つ目の局面は2015年から2016年半ばにかけまして、まあ、チャイナショックがあったり、原油価格の暴落があったり、イギリスの国民投票で EU 離脱派が多数となったりと、まあ、こういったことがあった局面です。そして三つ目が現在の局面となっております。まあ、これらの下落局面というのは、まあ、いわばハリス社の運用哲学の強さですとか、ハリス社の決意の強さ、意思の強さというものが試される局面でもあります。まあ、つまりどのような相場環境にあっても決してぶれない運用ができているか、そしてそのような運用をした結果その後パフォーマンスが力強く回復したか、そういうことが試されるわけです。まあ、過去2回の下落局面を見ますと、大きく下げた後はその後の回復局面におきまして参考指数を上回って基準価格が回復しました。まあ、これは株式市場がたとえ大きく下落する局面がありましても決して感情に流されることなく、本来の企業の価値を冷静に見極め質の高い銘柄を大幅に割安な価格で買い入れるという運用プロセスを規律を持って継続して行った、その結果に他ならないと考えております。まあ、このような下落局面での投資というのは、まあ、辛抱強さが求められますし、まあ、短期的にすぐに投資成果が得られないかもしれません。ですが、まあ、このようなハリス社の辛抱強い投資行動というのは将来のリターンを生む源泉になっているわけです。やっぱり力強い投資の意思ってことですね。はい、そうですね。はい。こちらにあります表は、世界的に株式市場が急落いたしました、昨年、12月と大きく反発いたしました今年1月の株価を比べまして、まあ、変化率の大きかった銘柄をリストにしたものです。まあ、先ほど株価は時として大きく動くものと、動くけれどもほとんどのケースでは企業の本来の価値というのはほとんど変わっていないということを申し上げました。まあ、この表はまさにそのことを示すものだと考えております。最も株価の変化が大きかったのがアメリカのシティグループでして、まあ株価は12月に 22% 下落しましたが1月には 21.8% 上昇いたしました。2番目に大きかったのはスイスのジュリアスベアグループでございまして、まあ、12月に 18.6% 下落しましたが1月は 17.7% 上昇しております。まあ、このように市場参加者が、まあ、同じ企業につける値段が、まあ、ほんのわずかな期間に、まあ、ここまで大きく変化したわけですけれども、これらの企業のファンダメンタルズがじゃあ変わったかと申しますと、実際この期間ほとんどファンダメンタルズは変わってないわけです。まあ、ファンダメンタルズが変わっていないのに株価が大きく動いたわけで、まさにそのような時こそ、まあ、ハリス社のような長期投資家にとっては投資のチャンスということになるわけです。長期的に見ればやっぱりそのフェアバリューはフェアプライスにつながるって、こういう考え方でよろしいですか。そうですね。はい。さて、それでは今どのようなところを割安とご覧になっているのか、この辺のお話を出しましょうか。はい。こちらにありますのは、過去1年間の欧州市場の予想 PR の推移を示しております。まあ、昨年の世界の株式市場のパフォーマンスを見回しますと、やはりまあ打撃を受けた地域を見たときに、まあ、ヨーロッパの市場というものを無視することはできません。こちらにありますのは2018年初頭からですね、年初12ヶ月先の予想 PR を示しておりますけれども、当初約15倍の水準でスタートをいたしましたけれども、その後低下し続けまして12月には12倍割の水準に低下いたしました。まあ、1年間で約 20% 予想 PR が低下したわけです。
しかし、企業収益は下落しているわけではありません。企業収益は実際伸びているわけです。利益は伸びているのに株価が下落していると。そこに大きなバリューギャップが生じるというわけでございます。ヨーロッパ株を安いと判断していることは、ポートフォリオの国別構成比にも表れております。こちらの2つのチャートは昨年12月末時点でのポートフォリオの国別構成比と業種別構成比を参考指数の構成比と比べたものとなっております。左のチャートが国別構成比です。ドイツですとかスイス、イギリス、イタリアといった欧州市場が参考指数よりもオーバーウェイトになっているということがわかるかと思います。そして右のチャートは業種別の構成比を表しております。金融ですとかメディア株が含まれておりますコミュニケーションサービス、こういったところを中心に景気敏感的な業種がオーバーウェイトになっております。金融株も投資家には嫌われている業種ですけれども、ハリッシャにおきましては銀行の ROE は現在の水準よりもかなり改善するポテンシャルがあるというふうに考えております。ROE の上昇とともに市場での評価も高まっていくと考えております。今年に入りまして当ファンドの基準価格は上昇いたしておりますけれども、上昇が目立つのは昨年苦戦しました金融株ですとかその他の景気敏感株でございまして、欧州株も基準価格の上昇に大きく寄与しております。まさにこれらの銘柄セクターをオーバーウェイトしているわけでございますけれども、そういった銘柄が1月に大きく上昇しております。ハリッシャにおきましては今後株式市場は当ファンドで保有する銘柄のビジネスの強さを再認識し、市場での株価の評価も今後高まっていくと確信をいたしております。今のポートフォリオの状況を拝見するとアメリカがかなり多いですか？そうですね、はい、約半分ぐらいはアメリカですね。ちょっと今ご指摘されましたけども、金融投資家さんから人気ないよねって言われにはやっぱり金融ウェイト高い、今後に展開に期待といったところになるんでしょうか？はい、ということはある程度逆張りみたいなイメージを持っていいんでしょうか？そうですね、はい、まさにそのようなファンドでございます。はい、というふうに考えていくと、ハリッシャの運用っていうのは長期投資を基本として割安のある銘柄群を組み入れていくと、こういう考え方でよろしいですね。はい、そうですね。はい、ました。ご興味ありましたら松井証券ホームページ等々で資料をご覧いただいてご購入いただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。投資信託のコーナーでした。